そのがしっかり立て直してきましたけど、すくい上げた打球、井上プロ初ホームランが飛び出した。3年目以来の主砲候補が今その才能の花開かせた時、レフトスタンド一直線、再びホークス追加点2対1、またリードを取りました。9月にプロ初めての一軍、その後マリーンズ戦でもプロ初安打のマルチ、そして初ホームランもマリーンズ戦、ゾゾマリンでした。完璧ですよね、思いっきりのいいね、このスイングね、この弾道はやっぱりでも主砲候補と言われるだけありますね、山田さん。盛り盛りやな、お前。